はい、皆さんこんにちは、カブクアカントリーです。今回はですね、海に来まして、ですね、本当はアジ釣りに来たんですけども、そのアジ釣りを、今準備してもらってるんですけども、その準備してる間ちょっとその生き物をね探したいと思いまして、でね、今ねこれが取れました。これですね。これは何かと言いますと、オオギガニの仲間ですね。猛毒があるんでちょっと気をつけないといけないんですけども、多分オオギガニでしょう。形からにして多分オオギガニだと思います。このひし形っぽいの。これがオオギガニだと思うんでね。他にもね、すごい生き物がいるんですよ。ニセクロナマコとか、その猛毒ナマコとかですね、いるんですよ。これとか、結構ね、この、貝がね結構いるんですよ。あそこに結構へばりついてますよね。あそこに結構へばりついてるんでね、それをね取りに行きたいと思います。よいしょ。ここに何かしらいるかもしれないんでね、よしよっと、おっと、ヤドカリがいますね。ヤドカリが。イボニシの背中、貝を背負ったヤドカリがいますね。ちょっと待てよ。これですね、これ。ヤドカリちゃんいましたね。ヤドカリちゃんですね。これ、イボニシの貝殻を背負ったヤドカリですね。面白いですね。こいつも持って帰りますね。よし。よいしょ。あとですね、ヒザラガイもいるんですね、ヒザラガイ。ヒザラガイがいますよね。あとはですね、あのニセクロナマコ言ってたんですけども、ニセクロナマコはですね、このニセクロナマコは石の下にいるんですけども、ここのエリアとちょっと違うところのちょっと離れたところにいるんですけども、そいつは後で、あ、いましたね、ニセクロナマコ。こんなところに、おっと、ダマシガニがいましたね。おー、こいつは初めて見ます、僕も。すげえ形です。前取り逃がして、あっと、ハサミ取っちゃった。すぐハサミ取りますね。で、こいつですよ、ニセクロナマコ。ニセクロナマコ、こいつですよ。このプリンプリンしたこの物体。これですね。おっと、ヒライソガニもいますね。イソガニ。ヒライソガニですね。ヒライソガニがいます。綺麗ですね、このハサミ。でこのニセクロナマコ、すごい形ですよね。おっと、またオオギガニがいましたね。おや、なんだこの赤い貝は。この赤い貝は何でしょうね。取ってみましょう。すごい形です、この赤い貝。なんだこれは。すごい形ですね、これ。真っ赤から身です。こいつは面白い。このニセクロナマコはね、前持って帰ったんですけどもね、結構飼育が難しかったんですよね、思ったより。すぐしぼんじゃいまして、結構耐性が弱いんですね、思ったより。なのでね、今回はこいつは持って帰られないようにしようと思います。そーっとね、石を抜けて、おっと、ヒライソガニ結構いますね。ヒライソガニがいました、またまた。ヒライソガニの赤ちゃんですね。こいつはちょっと持って帰りません。一匹だけいたらいいんですね。じゃあこいつはちょっと石をそーっとだけそーっと戻してあげて、よいしょ。今のところですね、このダマシガニが1匹と、オオギガニが2匹と、あとはこの変な貝ですね。変な貝、この赤、中身が赤身の貝、面白いですね。こいつツヤツヤのツルツルしてて面白い。ですね、この石にのけると結構いるんですね、生き物が。おっと、またニセクロナマコいますね。ニセクロナマコ大量ですよ。お、またまたオオギガニ。どんだけオオギガニいるんですかね。むっちゃいますね、オオギガニ。これまたまたオオギガニがいました。オオギガニはね、猛毒なんでね、大体の種類は、というか大体というか、もう大半は猛毒なんでね、気をつけないといけませんね。じゃ、このニセクロナマコちゃんはね、これ
水がないと生きられない。ちょっとこっちの方へ逃がしてあげましょう。ほい、よいしょ。そしてですね、他にもね、ここのエリア、前来た時はね、あの有毒5階のウミケムシいたんですね。ウミケムシが、そいつは相当危険なんでね、触ることすらできませんけど、石のけたらたまにいるんですよ。その時は僕初めて見たんですけども、結構グロテスクでしたね。ちょっと気持ち悪い感じでした。マジでこれはもう毛虫だろっていうぐらい、誤解の仲間ではないなっていうぐらいの模様とか色してたんで、気持ち悪かったですよ、マジの方で。あんまりレアな生き物っていうより、その変わった形の生き物が多いですね、ここは。あのダマシガニ系とか、なんかちょっと変わった生き物が多いです。いいですね。なんとですね、もう食べれる貝もいますし、アマガイね、アマガイ、アマガイもちゃんといますし、結構食用のね、生き物も今いるんですよ、一応。よいしょ。タマキビとかもね、結構いるんですけども、タマキビはね、家で飼ってるんで、タマキビは今日持って帰りません。おっと、よいしょ。おや、これはなんだ。これ紫以外の貝殻ですね。紫以外いるんですかね。重たいよ。あまりいませんね、この水が結構多いところは。カニもいませんし、なかなか水が少ないところの方が多いですね、生き物。このヒザラガイ欲しいんですけどね、ヒザラガイね、取るのめちゃくちゃ難しいんですよ。硬くてですね、取ったとしても死んでる時が多いんですよね。そのへばりついてるんでね、こういうへばりついてるこの石ごと持っていくっていうのが一番ありですね。へばりついたやつのこういう石ごと、このカキ殻とかそういうところにへばりついてるヒザラガイを持って帰るのがおすすめです。ヒザラガイを持って帰る時だけですけど。ウミケムシいますかね。相当危険生物なんでね、ウミケムシ。猛毒ではないんですけども、ちゃんとした毒がありましてね、結構刺されると結構痛みます。すごい痛いです。おっと、ヒラムシいますね。ヒラムシ、ヒラムシがいました。すごい形ですよ。シイタケじゃないですね、キクラゲですね。キクラゲ、これですよ。これ、この真ん中にいるこの平べったいやつ、これヒラムシですね。ヒラムシ、面白い形ですね。ヒラムシいましたね。ヒラムシ、やっぱりヒラムシ面白いですね、形。ヒラムシの特徴って言ったら、もう肉食の平べったい生き物っていう感じなんでね、あんまし特徴があんまりない、その言えるような感じの特徴があんまりないっていうか、その特徴的な部分があんまりないですね。よいしょ。結構逆光で見にくいですね。他の場所もちょっと探してみましょう。皆さん見てください、このブヨブヨのナマコちゃんたちがすごい勢いで動いてますね。石の来たらこんな感じで、ナマコのでっけえやつもいるんですね。やべえですね、このナマコ。この土にかぶったこのナマコもいますけど、面白いですね、ナマコも。このナマコはね、絶対食べてはいけませんよ。猛毒なんで。ニセクロナマコって言って、このちびっこのこいつもいるんですけど、このちびっこが一番面白いんですけど、こいつで例えますとね、このナマコって、ナマコに見えるじゃないですか、このままだとね。でも、この先端がですね、ナマコじゃないんですよ、見た目が。
なのに偽黒ナマコって言ってるんですけど、ナマコっぽくないんですね、ナマコが。ナマコなのに、あの吸盤なんですよね、ナマコの口の部分が面白くてね、あの開いたところがナマコに似てるんですけど、ちょっとナマコかっていう感じのなんか違和感があるんですね。その吸盤が変な形なんですよね。ナマコの形がね、ちょっと面白いで形になってるわけで、その先端がですね、そのなんて言ったらいいかな、その開くときになんか変な形なんですよね。はっきりもう全略すると、もう省略して言ってしまうとね、となんかいますね。じゃあこのナマコたちはね、ゆっくり石に戻してあげましょう。潰さないように影になるようにして、でこの間からこのナマコたちをちょっと埋めてあげましょう。よいしょ。ナマコたちをね、この奥にしまってあげれば潜ってくんで。おや、これナマコに見えますかね。これな、ニセクロナマコじゃないかもしれません。こいつだけ、こいつだけ異常に硬いです。これは何でしょうかね。これはすごく気になりますね。あとで泥を落としてちょっと確かめてみましょう。ニセクロナマコだったら面白いですね。こいつ、こいつニセクロナマコかな。どうでしょうかね。なんか明らかに硬いんですよね。硬い、めちゃくちゃ硬い。これニセクロナマコにしてはむちゃくちゃ硬いんですよ。ちょっと後で洗ってみましょう。後で洗っちゃいましょう。これじゃあ洗ったら後で見せます。皆さん、これ洗ったんですけどもね、このナマコでしたね。普通のあのニセクロではありません。普通の無毒のナマコですね。マナマコか、その赤ナマコのそういう系の、黒ナマコとかそういう系の種類でしょうね。間違いなくニセクロナマコではありません。あの、明らかにあの突起があるんで、イボが結構すごいあるんで、ニセクロナマコはイボが全くないんですね。黒くて。今動いてますけど、すごいですね。生きたナマコを自分で捕獲することはあんまりないんでね、ニセクロナマコ以外。これが初ですね、僕が、あの、普通のナマコをゲットしたの。やりましたね。まあ一旦今回はこれぐらいで終わろうかなと思います。そうですね、この動画がね、良かったと思う方、高評価とね、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。あと最後にね、カウントするんで、その方もよろしくお願いします。あとコメントもお待ちしております。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。ですね、計測をしますと、まずナマコが1匹いまして、でそのところ隣にヤドカリがいますね。そのヤドカリがいまして、で奥にオオギガニが2匹と、あと奥に1匹、この裏にね、ナマコの裏に1匹いるんですよ。そしてですね、でこの裏にですよ、このダマシガニ。このナマコの裏にがっしりへばりついてるカニがいるんですけども、このダマシ系のカニですね。ここ見えますかね、この奥にこの黒いやつですね。黒いやつ、ナマコの真ん中にペタッとくっついてるやつ、こいつと、あとあのアマガイですね。アマガイと、あとはあのヒライソガニが1匹と、あとあの赤身の貝ですね。その横にいるヒライソガニの横にいるのこれですね。これが、この貝が1匹。この貝のね、名前が分かる方、あの、分かりましたら教えてください。あのね、こんな感じです。この貝ですね。芋貝かな？芋貝ですかね？これ、よく見るんですよね。あの、貝殻の、あの、やつで。貝殻のやつっていうのは、そのなんか、アートとかでよく見る貝なんですけども、分かる方いましたら教えてください。じゃあ以上、今日計測を終わります。